はい、秀吉です。どうも。はい、また引き続きですね、商品レビューをしていきたいと思います。はい、今これ着てますのがですね、56デザインさんの、インナープロテクターでございます。こんな感じで、おー、はい、入ってます。をちょっとご紹介してですね、はい、これ去年買ったんですけれどもですね、こう、はい、こんな感じで、あ、はい、XL でございます。はい、XL で、こう、ちょっと見えますかね。はい、結構こう、プロテクターが。これ割と売り切れが多いんですよね。はい。ネットで見ても割と売り切れてることが多いんじゃないでしょうか。はい。56さんの。で、こんな感じで、ちょっと XL なんですけれども、はい。私は身長190センチで、ちょっときついかなという、ちょっと、はい。こんな感じですね。丈が。丈がまあまあ、こんな感じで、こんな感じでございます。はい。ちょっとだけ、まあまあ気になることでもないです。この辺も、はい。こんな感じでございます。でですね、はい。こんなインナープロテクターで、で、はい。昨日ご紹介しました、こう、ヤマハさんのですね、はい。メッシュジャケットの上に、こう、着たりとか、こうしてますね。で、こう、重ね着した時も、はい。こんな感じで。はい、そんな、はい、違和感は全然ないです。はい。いいですね。はい。全然違和感ないでございます。こんな感じで。はい。ですね。そんな、これ結構まあまあいいんじゃないでしょうか。いいと思います。はい。夏暑い時はもうね、こんな格好でも、ちょっとね、もう近場なら、これ乗っちゃうことも、まあたまにありました。はいはいはい。まあ、暑い時はこうね、このままで、はい、着ずに。でですね、昨日お話ししました、このメッシュジャケットの中に、このプロテクターをですね、こう、はい、今のこのプロテクター、これが入ってるんですけれども、これをこう、はい、ここに入れちゃいます。入れて使ってますね。これを。昨日お話ししました、簡易パッド。あれで、もうペラペラなので、これちょうど入っちゃうんですよ。こう、はい、ちょうど入ってしまうので、こうね、はい、使ってます。このリブティシックスさんのこの、はい。これちょっとまあまあ、安心感がちょっとね、違いますよ、これ。あります、あります。まあまあ、ベストの上にね、これを着ればいいんですけど、ちょっとね、暑い夏は重ね着したくないときは、まあこれで、半袖の上にこれでという感じで使っております。はい。こんな感じのですね、はい。56デザインさんのインナー、はい、プロテクターのベストのご紹介でした。これ価格は税込みで1万4000円ぐらいだったはずでございます。はい。1万3000円ぐらい、1万3000円出ますね。そのぐらいですね。はい。まあ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 。はい。これこんな感じでございます。これ XL です。はい。で、まあ、もう190で、このぐらいの感じになってますので、まあ、丈はね、まあ、丈はこんな感じで、まあ、しょうか。ちょっと、ここゴムになってまして、こうピチッと、はい、ピチッときます。はい、ピチッときますんで、割と、はい、割と密着で、はい、なかなか、はい、気に入っております、これも。はい、の紹介でございました。はい。はい、久しぶりにね、ちょっと商品レビュー続けて、はい、なんですけれども、はい、こんな感じで、はい、これデザインね、なんかやっぱ、ね、おしゃれですよね、56さんは。おしゃれな感じが多いですよね。他のね、服も見てもね、僕結構好きでございます。はい。ということで、はい、インナーベストのご紹介でした。今日もどうもありがとうございました。ではまた。